こんにちは、りさこです。今バンライフをしながらヨガの旅をしています。今日は静岡県のビーチにヨガをしにやってきました。太陽の暖かさ、風の心地よさ、美しい景色と波の音、自然を感じながら行うヨガは私たちの心と体を癒してくれる素晴らしいエネルギーに満ち溢れています。今日はゆったりと癒しのポーズをガイドしていきます。波の音を感じながらゆったり呼吸をして自分のペースで行ってみてください。それでは波の音と一緒にヨガを始めていきましょう。まずは楽な姿勢で座り、深呼吸から行っていきます。息は鼻から吸って、鼻から吐いて、ゆったりと一呼吸ずつ丁寧に繰り返します。両手を胸の前で合わせ、今ここの自分を感じます。今の体、今の心、今の呼吸、今の自分のペースでポーズを行いましょう。両手をマットに置き、四つん這いの姿勢になっていきます。両足はつま先を立てて、両手を一歩ずつ前へ出し、吐く息と一緒に手でマットを押して、お尻を上へ突き出していきます。余裕があればできるところまで胸を下ろし、心地がいいところで呼吸を繰り返しましょう。息は鼻から吸って、鼻から吐いて、体の伸びを味わいます。息を吸いながら体を起こし、四つん這いの姿勢に戻ります。吐きながら手でマットをして背中を丸く持ち上げていきます。吸いながら腰を前に倒し、背中を反らして胸を開いていきます。吐く息で背中を丸めて、吸う息で背中を反らし胸を開きます。呼吸とともに繰り返しましょう。吐いて丸まって、吸って胸を開いて、吐いて丸まって、吸って四つん這いに戻ります。次は右足を後ろへ伸ばし、左手を前へ伸ばしてキープします。呼吸に意識を向けて、吐く息ごとに下腹を締めていきましょう。そのまま右膝を曲げ、左手を後ろへ伸ばして足先を掴んでいきましょう。余裕があれば手と足で引っ張り合うようにしてバランスをとります。ポーズをほどき、四つん這いに戻って、次は左足を後ろへ伸ばし、右手を前へ伸ばしてキープします。肩や首が力んでいたら、息を吐くときに力を緩めてみましょう。左膝を曲げ、右手を後ろへ回して、足先を掴んでバランスをとって、呼吸に意識を向けてみましょう。ポーズをほどき、四つん這いに戻ります。そのままお尻をかかとに下ろして、おでこはマットにつけて、吐く息と一緒に肩の力を抜きます。両手を顔の横についたら、お尻を持ち上げましょう。つま先を立てて、頭頂をマットにつけて、余裕があれば両手を背中で組んで空へ持ち上げていきましょう。ここで深い呼吸を繰り返し、息を吐くごとに頭の力を抜いてリセットします。持ち上げていた手をほどき、マットに下ろして、お尻をかかと、おでこをマットにつき、このまま静かに呼吸を味わいます。吸いながら起き上がり、四つん這いになります。つま先を立てて、
吐く息と一緒にお尻を持ち上げます。手でマットを押して背中をぐーんと伸ばして、手幅や足幅を調整したり、硬い方は膝を曲げたり、いつでも自分の体を感じ心地が良いところを目指しましょう。吸いながらお尻の位置を低くしてプランク板のポーズ。吐きながら肘を曲げ胸を下ろして、吸って胸を持ち上げます。胸を大きく開き、胸の奥で呼吸を感じましょう。吐きながら四つん這いに戻り、そのままお尻をかかと、おでこをマットに下ろします。今ここの自分を感じ、ゆったりと呼吸しましょう。吸いながら背骨を起こし正座になって、肩を持ち上げ力を入れます。吐く息でストンと下ろし、最後は楽な姿勢で座って軽く目を閉じます。ゆったりと深呼吸をしながら、今ここにいる自分を感じます。今の体、今の心、今の呼吸、一つ一つただ眺めてみます。瞬きをして戻って行きます。今日感じたこの心地の良い感覚、この感覚がこの後も続いていきますように。これからも旅をしながら素晴らしい自然とともにヨガをお届けしていきます。またご一緒しましょう。ぜひマイペースに続けてみてください。ありがとうございました。